エトラちゃんは見た。ちょうどその日は花火大会で、いつもバイク通勤に使う橋に人が大勢集まっていた。俺は残業を終え帰る途中だった。橋に入ってすぐ最初の花火が大きく打ち上げられた。すると先に酔ったおじさんが急に車道へ飛び出してきた。酔って足元が狂ったみたいだった。そんなこともあろうかと十分車間距離を取っていたので、俺は緩やかにブレーキをかけた。しかし次の瞬間、後ろからすごい勢いで赤い車が突っ込んできた。俺は道路に投げ出され、その勢いで前の車に思いっきりぶつかった。乗っていたバイクも転がっていった。前の車の運転手が驚いて出てくる。大丈夫ですか？大丈夫です。その運転手は近藤と名乗った。すぐに救急車を。大丈夫ですよ救急車を呼ぶほどではないので、心配いただいてありがとうございます。でも折れてますよ。それそこには象の足のように膨れ上がり、内出血で赤黒くなっている俺の左腕があった。ヤジ馬もどんどん増え、周囲には花火よりも事故現場を見ている人の方が多くなってきた。近藤さんはテキパキと救急車に電話してくれている。あれ、俺にぶつかってきた車は？眩しいライトが高光とついている。赤い車の横へ回ってみると、運転席でサングラスをかけた若い女が携帯で誰かと話しながら大声で怒鳴っている。警察を呼んでくれているんだろうか。俺は窓を叩き、女へ外に出るよう手招きした。すると窓が開いて、すいません、もう少しで彼氏と電話が終わるんでちょっと待ってください。この状況で彼氏？おいおい、マジか、正気かよ。もうすぐ救急車が来ます。あれ、どうかなさいました？あっけに取られていると救急車が来た。大丈夫ですか？どこに痛みがあるか分かりますか？左腕と首、腰と足が痛いです。近藤さんも別の隊員と話し込んでいるようだ。ここで初めて女が車から降りてきた。さっそうとヒールを鳴らし、睨みを聞かせながらサングラスを取る女。何ですか？急ブレーキをかけたあんたが悪いんでしょ？と開口一番怒鳴りつけた。これにはその場にいた全員びっくり仰天。とりあえず警察に電話を。はぁ？警察呼ぶようなことかよ。あんまりな態度にカチンときた俺は、重く響くような痛みをこらえながら女に詰め寄った。お前これ事故だぞ。相手が歩行者だったら死んでるぞ。分かってんのか？はぁ？あんたのせいで事故ったのに、なんで私が怒られるわけ？お前が急ブレーキかけたのが原因だろ？ぶつけた衝撃で頭痛いじゃねえの？ああ、そうですか。人身事故として訴えてやるわ。覚悟しとけ。やれるもんならやってみろっつーの。まあもう、私の彼氏呼んであるから。警察呼びました。なんか連絡がすでに入ってたらしくて、もう向かってるそうです。そうなんですか。いろいろ手数かけてしまってすいません。本当にありがとうございます。警察って何？なんで警察なんか呼ばなきゃいけねえんだよ、クソが。おい、声がした方を見ると金髪男がドーンと立っている。あ、ケンタ。その男に駆け寄る女。おいおい、警察よりも早く彼氏がお出ましかよ。おい、場所変えようやな。救急隊員が止めに入るも、ケンタの勢いは止まらない。だがふっとケンタの顔に見覚えがあることに気づいた。ん？あれ、こいつどっかで見たことある？あ！おい、お前これ何ガン飛ばしてんだ？あ！ケンタは俺の胸ぐらをつかみ、ぐっと顔を近づけてきた。街灯の明かりがケンタの顔を暗闇から浮かび上がらせた。お前、酒井健太だろ？この地元の中学出身の。偉くなったな、いじめられっ子のヘタレ野郎。この男、実は中学の同級生にして不良グループの下っ端だった。中学3年間ずっと同じクラスでずっと友達がいなかった健太。他のクラスの不良仲間に万引きやカツアゲの道具としてこき使われていた健太。何も言えずヘラヘラしては小遣い蹴られ、タバコを買いに行かされてた情けない男。使い物にならないといじめられてたの不良のリーダー格と幼馴染だった俺が、もうやめてやってくれと頼んで助けてやった男、ケンタ。身長こそ俺と同じくらいになって金髪不良と化していたが、顔は大きくは変わらない。ケンタの生きがった顔が一瞬で中学時代のよく知っているあのケンタに変わっていく。ケンタの親はね、ヤクザなんだよ。ああ、お前どうすんの？ケンタの顔はまずいと言っているようだった。ヤクザ？お前の親父は八百屋だろ？
てめえ中学の時に助けてやったのに恩をあだで返すのかよ。いや、そういうわけじゃないけど。だったらどういうわけ？今すぐ行ってみろよ、ほら。いや、久しぶりで誰かわからなかったから。誰かわからなかったらてめえはヤクザの名前使って恫喝すんのか？覚悟できてんだろうな。その女と一緒に法でしょっぴかれてえのか？はぁ、マジうざいんですけど。なんなんこいつ。だれ、ここにいる全員がお前らの恫喝ちゃんと聞いてんだよ。証言してくれる人もいるぞ。覚悟しろ。一生まともな生活送れねえようにしてやる。そう言うと健太は女を置いて一目散に逃げ出した。やっぱりヘタレはヘタレ、何も変わってなかった。は？ちょっとどこ行くん。女は慌てて追いかけようとしたが、健太はすでに人混みに消えていた。お待たせしました、お怪我は？警官が事故処理の書類を持ってやってきた。なるほど、運転中に電話、花火で脇見運転と。周りのやつらも電話しながら運転してんだろ、なんで私なわけ？ふざけんな、税金くらいが。女は警官を突き飛ばした。はい、公務執行妨害ね。事故から2日くらい経った頃、若くして娘に前科がつくことを恐れた女の親が慌てて連絡してきた。示談にしてください、お願いします。彼氏と仲良く前科者になって一生後ろ指さされるといいと思います。もう許す気はありませんので、子育てを間違えたと思って諦めてください。無論示談をする気はない、丁重に断っておいた。その後健太は1週間ほど行方をくらませていたが、親に連れられて警察に出頭。女の方は公務執行妨害がつき、免許も取り上げられた。さらに救護義務違反も犯しており、健太と共にヤクザの名前で恫喝してきたということで前科がついた。さあまあ見やがれ。保険屋も女が悪いと判断を下し、示談金と行為傷害の認定が下りた。バイクも廃車扱いだったが、全額返してもらえることになったので安心して終わらせることができた。あの時はたまたま花火大会でたくさん目撃者がいたが、もしも事故で何か揉めることがあれば携帯のボイスレコーダーなんかで記録を取るといいかもしれない。今回の一件で改めてそう思わされた。ご視聴いただきありがとうございました。女の人もどうしようもないですね。犯してしまったことはもうどうしようもないのですから、きちんと認めて反省をしてほしいものです。そもそも事故を起こすような自分を過信した運転はするべきではないんですがね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。